はい、よろしくお願いします。今回は、まひまひリゾート&スパで、かくれんぼしていきたいと思います。で、このステージなんですけど、水かさが上がらない時があって、多分散歩モードだと全く上がらないんですよね。なので、狭い状態でやることになってしまって、とてもハードモード。すげえハードモードだと思うんですけど、こちらで頑張っていきたいと思います。ここのお水きれいだね。僕も泳いでみたいんですけど。なんかかわいい！遊んでる！あ、動いた。動いたぞ。動いたよ、敵。動いたよ。俺、ここにしました。もしかしたら見られてる可能性が、ギリギリだったよな、今な。すっげえギリギリで、来ちゃったんですよ。もしかしたら、バレた説もあるけど、やばい、怖いな。怖いな。ヒレオさんはずっとそこなんだね。俺、楽しそうだけどさ、いつまで経ってもつかないからさ、地獄だよね。しかも、周りに人がいないからさ、助けてもらえないよ、あの人。ほら！あー！大丈夫？あれ？水面下がった。水面下がった。でもね、意味ない、剥き出しなんだよな、これ。水面下がったけど。うわー、鬼が近い。みんなどこ隠れてるんだろう。やばいやばいやばい。やばい。来た来た、めっちゃ近く来た。転んじゃった、あの人。あ、大丈夫だ。かわいそうだよ、あの人。まずい。まずい、まずい。まずい。楽しそう。バーベキューしてる、あそこで。あれ、カップルかな？めっちゃいいね。僕もさ、こういうところ旅行しに行きたい。まだ、でもまだわかんない。まだわかんない。わかんない、まだ。ヒロさんも置いてるよ。ヒロさん！ヒロさん、やばくない？あぶねえ、今喋ってたら見つかるとこでした。ヒロさん、すごい！すごい、よく生きてたね。危なかった。とっさに喋らなくてよかった。声でバレちゃうので。僕の美声で場所がバレちゃうので。危なかった。鬼あっち行ったわ。残り1分ぐらいかな。ナイスナイスナイス。ただまた戻ってくる可能性って怖いね。味方全員見つかってない。あ、だからよく見たらあの子さ、俺と全く逆側の対角線にいるじゃん。なんかヒレオさんの対角線にもいるじゃん。すごい、みんな、あれだぞ。見つかりづらいとこ隠れてる。これいいね。みんな捕まんないとかあるんじゃね？みんな生存ルートあるぞ。僕、プール入りたいけど泳げないんですよね。僕、金槌なんですよ。だから、ああいう風に浮き輪に乗れば浮いてられるしさ。今度、うなちゃん誘って、水に入ってみようかな。プール、泳げる？ってうなちゃんにも聞いてみよう。ちゃん生きて、うん、泳げるよ。ヒロさんは顔がでかいから顔で浮かべるんじゃないとか言いそう。うわ、なんかそんなこと考えてたらだんだん腹が立ってきたぞ。やばい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 、マジでやばい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 、来てる。ああ、バレてない。ああ、やばい、俺の対角線終わったってことは来るかもしんない。あっちもやばい。ナイスしてあげよう。ナイスしてあげた。バレるか、バレるか。なんで生きてんの、すごい、すごい、なんで生きてるあそこ。やばいやばいやばい。こっち来てる、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 こっち来てる。なんかさ、先に倒されちゃった子見るとさ、てんてんてんだからさ、なんか沈黙を貫いてそうなイメージだ。11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。やったー、終わった終わった、やった。あー、うなちゃんやられちゃった。うなちゃんやられちゃったよ。56分、僕、過ぎてやられました。俺、これ、やられました。過ぎてやられました。
おい、どういうことだ。俺、隠れきったと思ったのに、負けました。どういうことだ、これは。もう悔しいから、塗ります。悔しいから、次頑張ります。2回戦目で。名誉挽回。いや、名誉挽回じゃない。俺はちゃんと、俺しっかり隠れていたんだ。あえて塗らないでここに隠れていようかなと思っております。うわ、うなちゃん来た。うわ、うなちゃん来た、うなちゃん来た。うわ、うなちゃん来た、最悪。味方も来た。味方は可愛いから許そう。みんなここに来た。一人は時間が足りなくて来れなかったんですけど、キリオさんが隠れてるとこに来ました。これで結構バレないと思うんだよな。みんな静かにしててね。見つかっちゃうから喋ったら。おい、キリオさん。俺さっき負けちゃったから、次勝たせてくれ。この場所で、うわ、上がった。上がった。すごいね。怖い怖い怖い。僕一人なら絶対見つからなかったのに、うなちゃん来ちゃったからさ。味方は可愛いから許す。怖い。え、来るのこれ。来る。バレてないのこれ。え、なんでバレてないの。なんで見つかんなかった。おぶな！うなちゃんだけ今ズルして動いてたぞ。うなちゃん卑怯なやつだな。皆さん、うなちゃんは卑怯なやつです。ひりおさん人のこと言えないんじゃないっていう人は、ちょっとそれは静かにしてください。うなちゃんは卑怯でした、今。一人だけ逃げました。味方は、なんかよく見たら頭光ってるからさ。俺、頑張って隠してるんだけどさ。これ、光ってんの。危ない。味方の頭光ってるから、味方を隠せ、味方を隠せ。やばいやばいやばい、味方光ってるもんだって。バレちゃう、バレちゃう、バレちゃう。ひろさん、これ頭光ってるの。隠した方がいい、味方の。これ隠そう、隠そう。ひろさん、これ隠そう。これ絶対隠した方がいい。見つからないように祈るしかない。味方頭光っちゃってるから。味方の隠せ、隠せ、隠せ、ひろさん隠して、隠して。必死で隠してる。大の大人が3人で必死でイカの頭隠してる。そう、僕とうなちゃんのバディでボディで隠さなきゃ。あー、なんかこっち来る。やばいやばいやばい。10、9、8、7、6、5。そう、なんか僕も心の力燃えてきている気がする。味方のもやもやで。あ、やばい、怖い怖い怖い。4、3、2、1、やったー。はい、よろしくお願いします。最後はですね、うなちゃんが鬼をやりたいと思います。で、このステージ狭いので見つけられるんじゃないか、全員見つけられるんじゃないかなとは思うんですけど、まあやっぱクセ者のひでおさんですよね。やっぱり塗らない戦法。うなちゃんが見えます。いや、ほんと、くせ者はあれだな。ひりおさんだな。なんかよくわかんないとこ隠れられると俺見つけられないから。怖い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 。よし、そろそろ時間だ。行くぞ。行こう！探しに行こう！あ、こちら辺ちょっと来てるか。少しだけ来てるな。え？ちょっと待って、もう出てきた、一人。やった！ごめんね、なんか。もう一人出てきたよ。早いね。出てくな。よし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 。はい、あとはもう勝ちです。僕は勝ちです。もう勝ちです。お味方早速見つかっちゃった。お、水面が。うわぁ。すごいな、ここ。ここいそうじゃない？え？あ、出てきた、二人目やった。ここは？あ、いない。全然いないよ。びっくりしたびっくりした。何やってんの。何やってたんだ君は。こんなとこで立ってたよ。あと、ひでおさんだけですね。やっぱライバルのひでおさんが残ったわ。どこだどこだどこだ。探せ探せ探せ。ここか、ここか、ここか。あー、インク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 。
俺が調べてないとこ、ここら辺だよね。あ、怖い。なんか姿が見えないと怖いんですけど、部屋にさ、ゴキブリがいてさ、殺虫剤取りに行ってる間にさ、いなくなっちゃうあれみたいな感じなんですけど。あ、怖い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 。いる？あ、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 いた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 。こんなとこにいた。おい。ヒレオさんだよね、きっと。スタンドアップ。スタンドアップ。ヒレオさん。捕まえた！やった！ヒレさん？ヒレさんさ、捕まってないと思い込んでるでしょ？僕ちょい、僕隠れられました。僕隠れられました。イエーイ！ヒレさんはね、捕まったよ、今。僕の勝ちですよ。